今回は観葉植物ガジュマルの土の交換を行いたいと思います。植木鉢を交換するわけではなくて、古い土を捨てて新しい土に入れ替えます。このガジュマルは木の高さが 1.5 メートルとか 1.6 メートルぐらいある、そこそこ大きい観葉植物です。そのせいでとても重くなってしまいました。そこで今回の土の入れ替えでは、パーライトという改良用土を使うことで植木鉢を軽くしようと考えています。しかしながら一番の目的は、古い土になって弱ってきたガジュマルを元気にさせてやることです。すでに肥料が混ぜられた野菜用の園芸用土にパーライトを混ぜていきましょう。パーライトはとても軽いのが特徴です。排水性が良いほか通気性も良いので根腐れを防いでくれます。